to know, Daddy Kenny, oh.最高の天気だ。カニちゃん、その右手どうしたの？折れてて可愛いね。ああ、スタッフさん、これはね、手首のストレッチをしてるんだよ。そうなんだ。仕事とかで手首痛くなるからさ、その痛みの予防だよ。おすすめだよ。やってみようかな。よし、カニちゃん、こんな感じでいいの？ああ、そうだな。もっとこうできない？ああ、こうかな。ああ、違う。手のひらを腕にくっつける感じだよ。ああ、これ以上は曲がらないな。だからもっとギュッとこう。スタッフさんに気持ちがないんだよ。いや、無理だって。俺猫じゃないし。あ、こら。人とか猫の以前に同じ動物でしょ。あとは気持ちの問題。よし、わかった。やってやるよ。よし、行くぞ、ほら。ちょっと待って、スタッフさん。なに？腕毛が気持ち悪いよ。おらら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 、そしてコロコロ攻撃だ。コロン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 、なんかリズムいいね。コロン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 コロ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 ンコロ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 ン。どうもスタッフさんです。さあみんなでコロコロの気持ちになってエクササイズしよう。ワン、ツー、スリー、フォー。まずはしっかりとしたコロコロの持ち手になるよ。足を肩幅に広げて、そしてまっすぐに腰を下ろすんだ。意外ときついだろ。コロコロはいつもこんなに頑張ってるんだよ。嘘だよ。そして次に手を前習いにして、そして頭も前習いに合わせよう。そして最後は右左へとゆっくりと回転させよう。よし、みんな、これで動きはマスターできたね。今度はこの動きを音楽に合わせてやってみよう。それではコロコロのポーズになっていくよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。左、右、左、右、いいよ。左、右、左、右、はい、サイドステップ。左、右、左、右、あ、いいよ。左、右、左、右、わお。はい、ここから自由です。おのおのの気持ちで自分なりのコロコロを意識して。今まで皆さん何度もコロコロやったよ。何度も何度もあのペリペリ剥がれなかったことあったよ。苦労してやっと剥がれたあの粘着、ワンストロークで毛まみれだよ。あ、そうだ、かりんちゃん。なに？かりんちゃんって注射怖い？全然怖くないよ。あ、歌にしてきた。怖いんだ。怖くないよ。嘘だ。嘘じゃない。イカ耳じゃん。イカに憧れてるんだもん。じゃあお注射しましょうね。あ、ちょっと待って待って。シュン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 。かりんちゃんどう？はい、大丈夫。あれ？あ、痛い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 。ほらほらほら。痛いよ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 。そうなんだよ、かりんちゃん。注射は痛いの。おお、カリ死んじゃうじゃないかな。大丈夫だよ、カリンちゃん。お箸だし、ほら見せてごらん。何もなってないから。ああ、やめてよ。おお、ひどいよ、でもさ。カリンちゃん。お箸だって。お箸でカリンちゃんの手をちょんってやったの。ちょっとちょっと。大丈夫。カリンちゃん。ニワトリの鳴き声か。ちょっとおねぼうさんな、ニワトリかな。うん、よきよき。この一件でかりんちゃんは家を出て行ってしまったんです。はーい、メロン。かりんちゃん、どこ行っちゃったのかな。メロン、気が済んだら帰ってくるよね。それから数日間、かりんちゃんは帰ってこなく、チャイちゃんと二人だけの日々が続きました。
してさらに月日が経ち、僕とチャイちゃんはカリンちゃんの存在すら忘れてしまったのです。よし、久しぶりにシュークリーム食べよーっと。あ、いけねえ、潰しちゃった。あ、僕から見たらカリンちゃんなんて生クリームが飛び出たシュークリームにしか見えないんだから。まっかりまかまかうシューふわふわぽわんぽわん、生クリーム飛び出てたのん。カリンちゃん、スタッフさん、ちょっとベランダの外見て、野良猫が。え、おー、カリン、いや、ここか。あ、カリンちゃん、ほら、カリンちゃん入って。おー、スタッフさんだ。カリンちゃん、何してたの。いや、カリンの家だ。カリンちゃん、よかった。あ、カリンちゃんだ、忘れてた。カリンちゃん、今まで何してたの。そうそう、カリンちゃん、どうしてたの。そうそうそう、ちょっと買い物行こうと思ってただけなのにさ、大変なことになっちゃったんだよ。どうしたの。ったな。とりあえずさ、ドライブレコーダー見てほしいんだよ。おう、お願いだ、もっとスピード出ろ。このままだと恐竜さんに食われちゃうよ。おう、どうしてこうなっちゃうのかな。おう、行こうと思ってスーパー通り過ぎちゃったよ。ファイト。